へえ。槍を何本持ってようが。交戦中の荒神が捕食に向かいました。逃走しました。いかがいたしますか。発射。私も嬉しく思います。荒神が沈黙しました。できるじゃないか。召し上がりなさい。ここですね。荒神が沈黙しました。荒神が沈黙しました。荒神の討伐を確認しました。ブラッドワン、まもなくバーストが解除されます。討伐対象のオラクル反応が消失しました。素晴らしい戦果です。ご苦労さん。これで終わりですね。買い物でも行こうかな。まるでピクニックだな。特筆すべき点はありませんね。毎回この調子でお願いします。世話が焼けるぜ。ブラッドというのは君たちか。緊張するのも無理はない。だが安心したまえ。この僕が来たからには心配は完全に無用だ。おっと、失礼した。僕はエミール、栄えある極東支部第一部隊所属、エミール・フォン・シュトラスブルクだ。そうか、よろしくな。このフライヤーはいい船だね。実に趣味がいい。しかし、この美しい船の祝福すべき航海を妨げるかのように、怒涛のような荒神の大軍が待ち受けているという。きっと君たちは不安に怯えているだろう。そう思うと僕はいても立ってもいられなくなったんだ。そういうわけで君たちには僕が同行するよ。
まさに大船に乗ったつもりでいてくれたまえ。共に戦おう。人類の輝かしい未来のために。我々の勝利は約束されている。ややこしい奴が来たな。